皆さんこんにちは、ハチマルです。さあ今日はね、ちょっと面白いことをしてみようと思います。テロップにも出てました、ハチマルのクロスバイクって一体何キロっていうことで、今日はね、実走行時の、私のクロスバイクの重量を測ってみたいと思います。はい、ご存知の通り、私が乗ってるクロスバイクっていうのはブリヂストンのオルディナS3 という、このね、今ちょうどブリヂストンオルディナのホームページを開いておりますけれども、これの一番左側 S シリーズの一番安いやつです。安物廉価版、エントリーモデル、入門モデル、初級者向け、まあ、そこまで言わんでええかと。はい、一番安いやつ、まずはこれでいいかなと思ってこれを買いました。この S3、 ちょっとスペックを見てみたいと思います。はい、値段はね、45,800円ですね。で、私が持ってるのはこの一番下に今映りましたプレシャスグレーという、まあネズミ色です、灰色ですね。はい、で、ちょっとスペックシートを、見てみると、そこに重量が乗っております。いつも皆さんにはね 13.5 キロと言ってると思うんですが、正確には 13.4 キログラムです。これも3種類ボディの種類があって、ここに乗ってる 420mm というのが私が乗ってるやつですので、ちょうどこれに当たります。 13.4 キロなんですけど、分かりやすく言うために、まあ、13.5 キロと言ってますね。で、ちなみにこの、オルディナ S3 と、まあ、競合するというとちょっと失礼なんですけども、まあ、どっちにしようか悩むとするならば、このジャイアントのエスケープ R3というのがちょうど、競合になるんじゃないでしょうか。私もこれとどっちにするか悩んだんですよ。44,100円ね。で、当然タイヤ幅も違うんですよ。で、このエスケープ R3 の重量はというと 11.4 キロですから、ちょうど2キロ軽いわけです。オルディナよりもエスケープの R3 の方が2キロ軽いということですね。はい。で、タイヤもね、こう見てもらったらわかるんですけど、28C となっています。私のがね、実は今日ちょっと自転車専門店に行ったんですけど、そこで見てもらってね、あ、これ803のオルディナ S3 って 35C だよねって言われました。 32C だと思ってたんですけど、 35C、 さらに太いタイヤだそうです。はい、まあ、道理でね、走行抵抗大きいと思いました。で、まず、測る前にですね、何を乗せてるかちょっとご覧いただきたいと思います。まずはサドルの後ろについてるこのバッグの中には、予備のチェーンオイル、これも2種類、ドライタイプとウェットタイプ、こうウェットとドライと書いてますけども、予備の1回分ちょっとぐらいあるかな、2回分ぐらいあるかな、のオイルを、小分けして入れてます。ちょっとね、デジカメ片手にやってるんでぎこちないんですけど、ご容赦くださいね。はい。で、これを、このオイルをあと拭き取るための、ちょっと順番が逆になってますけど、これね、ゴミとか入れるための、レジ袋、小さいのもね、ちょっと一緒に入れてるんですよ。で、これが、オイルを拭き取るための、布なんですけどね、ほら、順番間違えたからちょっと入れ替えてますけどもね、ちょっとごそごそするよ、みたいな、全治ペキみたいですけども、はい、ちょっとごそごそするよって。もう一回やり直します。はい、まあ、片手だとね、何かとも、はい、すいませんね、もうなんかうまくいかなくて、両手使うとささっとできるんですけど。で、オイルを拭くための布、はい、ですね。で、ゴミとかね、ここ一箇所に集めて持っとくため の、 レジ袋、はい、まあ2つぐらい入れといたらいいかなと思って2つ押し込んでます。あと電池、これがね、これが結構重いんですよ。単320本と単4が4本で、単3はね、もう言ってもキャッツアイです、キャットアイのための電池
特にあの HL540 がもう2時間で4本の電池が空になりますからね、もう20本ぐらい持っといて損はないと。で単4の方はまあ言ってもセーフティーライト関係なんで、まあ4本あったら十分持ちますね。だいたいあの50時間70時間点滅だったら持つんで、まあそう変えることもないかなと思うんですが、一応入れてます。結構この電池だけでも重いんですよ。でねこの後ろにこういう風に行き先をね、まあ、あのぶら下げるんですわ。はいはい、まあこんなんほとんど軽いもんですけどね。でちょっと今あの綺麗に収まってないんでちょっときつめですけど、これちゃんと綺麗に収めたらあのファスナーもシュッシュッと閉まるんですよ。はい、でこんな感じで後ろのサドルの後ろの、バッグには入ってます。では次前かごの方はどうかというとですね、まあグローブはよしとして、まずはナビの予備バッテリーが入ってる、はい、ここに、予備バッテリー関係を入れています。このナビ本体のリチウム電池だけだとね、どんなに長持ちさせても5時間ぐらいでバッテリーが空になるんで、内蔵バッテリーがね。で今まではニッケル水素の電池をこのアダプターを使ってナビに供給してたんですけど、これだと、炭酸2本でしか供給してなくってね、でちょっとね不具合があったんですよ。まあなんていうんですかね、これで USB 充電した後電源が入らないとかね、不具合があって、でちょっと私ねこれ4本で供給するタイプの、これだとねバッチリいけましたんで、もう これからはこの3話のやつに、もう乗り換えたいと思いますね。はい、やっぱりねだいたい 5V 電源の機器に 3V で供給して充電するっていうのはどうなんかな、それ自身おかしいとは思ってましたけど、やっぱりねなんか調子悪いです。はい、やっぱり 5V は 5V で充電する。うん、でね、とりあえず今このニッケル水素6本入れてますけど、今追加注文してるんでちょっとこれじゃ足りないんでね、長時間夜間走るときとか長時間、長距離行くときは足りないんで、さらに何本か、ここにあと8本ぐらいかな、ニッケル水素電池を足すことになりますので、実際はもう数百グラムぐらい重くなると思いますね、今日測った値より。で、前のウエストポーチの中には何があるかというと、スマートフォン、それから、キャットアイのこれらのライト類、これがローライト側540の方です。でアップライトの方、これが340、ああちょっと消えましたけど、はい、でそれをねちょっと収納する時のカバーと、あとメディカルバッグ、絆創膏とかオロナインとか入ってますね。それからねこれ一度も使ったことないんです、ホイールにつけるタイプのキャットアイのセーフティーライト、まだ一度も使ったことないです。はい、この間買ったんですけど、あと携帯灰皿ですね。そしてちょっと片手だとうまいこと取り出せない、これ春タイプのカイロ、これから冬は寒いですからね、お腹とか背中にこうペタッと貼るカイロ、それから靴下に貼る靴下用のミニカイロ、こんなもあります。はい、足元も寒いですから。はい、でその他にはですね、はい、この間どなたかから指摘いただきました、定期的にちゃんとねカロリー、水分とカロリー取らないとダメよということで、スニッカーズも1本は入ってます。あと、寒いんでマスクなんかもちょっと入れてますけどもね。はい、喉を守るんですよマスクしてると、自分の吐いた息の水蒸気でね喉が渇くのを守りますから。あとこのグニョグニョ三脚と、はい、いつでも自分自身撮れるように記念撮影できるようにね、まあ、こんなもんが入っております。であとはまあグローブかな。うん、そんなとこで、ああ一番大切なもん忘れてました、ヘルメット。まあこれもね軽いといっても重いですからね。はい、これもちょっと足しておきましょう。こんなとこですかね、実装工事に車体に乗ってるものというと。こんなもんかな、他あったかな。あ、まあほとんど、まあこれ軽いもんですけど、ナビの音声を聞くための、片耳ヘッドホン、まあ、これも足しときましょう。はい、もうこんなもんですよね。ざっと周りを見渡してみても、うん、こんなもんですね。はい、あっとね一つ忘れてました、デジカメ、
今撮影に使ってるから忘れてましたけど、ここにデジカメが入るんですよ。なのでちょっとね、どうしようかな、デジカメの代わりに重しを乗せますか。これ炭酸4本分ぐらい、実際はもうちょっとデジカメの方が重いと思うんですけど、ちょっと入れときますね。だから今日測った値にあと 3,400g ぐらい足したぐらいがちょうどいいかと思います。はい、じゃあこれでちょっと片輪ずつ、まあ乗してですね、体重計に乗して健康診断じゃないですけど、はい、体重測定やってみますよ。ちょっとねぎこちないですけど、片手なんでね、いいかな。よいしょっと乗せました。はい、まず後ろ後輪何本なってます。 8.4 ですかね。はい、 8.4kg です、後輪。はい、多分ね前が重いと思うんですよ、結構積んでるから、頭でっかちで。はい、次前輪、前輪いきます。前輪は 10.8?11 ですね。はい、 10.8、 まあ11ですよ大体。うん、11ということになりました。やっぱりね前輪が重いですね。前が重いとね、舵がね振られるんでね、本当は良くないですよね。うん、いやー、両方足すと何分になりますか。 19.4、 それに実際はあと数百グラム足す計算ぐらいになりますから20ですわ、20。はい、ということで80のクロスバイクの重量、実走行時の重さは 20kg です。いかがでしょうか。私ね、重い重いって言ってるでしょ、加速が鈍いって。もう分かってもらえます、 20kg あるんですよ重量。これを引っ張っていくんですよ、この2シリンダーエンジンで。そら重いわ。うん、まあボディ自身も 13.4 ってね、そんな軽いとは決して思わないですけど、そっから 6kg 以上増えてるんですよ。あー、もっとシェイプアップせなあかんな。はい。